どうして親城様の戒律に背くような真似を。あなたのせいで私がどれほどの血を浴びなければならなかったことか。気絶してった？気絶してましたね。気絶してましたが、あ、でも、あ、気絶じゃないかもわかんない。あって言ってた。それが聞きたかったんや。おい、主人公。